免疫系とは、生体内で病原体などの肘こ物質や、癌細胞などの異常な細胞や異物を認識して、殺滅することにより、生体を病気から保護する多数の機構が集積した、機構である。この機構はウイルスから、寄生虫まで広い範囲の病原体と異物を、生体自身の健常細胞や組織と区別しながら、感知し、機能している。免疫系においては、細胞、 組織、機関は、精密活動的に連携している。この困難な課題を克服して生き延びるために、病原体を認識して中和する機構が一つならず、進化した。最近のような簡単な単細胞生物でも、自然免疫と呼ばれるウイルス感染を防御する、酵素系を持っている。その他の基本的な免疫機構は、古代の進化生物において進化し、植物、魚類、 爬虫類、昆虫に残存している。自然免疫は、ディフェンシンと呼ばれる交尾生物ペプチドが関与する機構であり、鈍色機構であり、固体系である。人のような脊椎動物は、獲得免疫と呼ばれる、さらに複雑な防御機構を進化させた。獲得免疫は、多数のタイプのタンパク質、細胞、器官、組織の動的な相互作用からなる。この適応プロセスは、 免疫記憶を作り出す。特定の病原体への初回応答から作られた免疫記憶は同じ特定の病原体への2回目の遭遇に対し増強された応答をもたらす。獲得免疫のこのプロセスはワクチン接種の基礎となっている。免疫系が異常を起こすと病気にかかりやすくなる。免疫系の活動性が正常より低いと免疫不全病が起こり感染の繰り返しや生命を 脅かす感染が起こされる。免疫不全病は、重症複合免疫不全症のような遺伝病の結果であったり、レトロウイルスの感染によって起こされる、高天性免疫不全症候群や医薬品が原因であったりする。反対に、免疫系が過剰に活動すると、自己免疫疾患が起こされる。これは、正常組織に対しあたかも外来生物に対するように攻撃を加える。 免疫系の活性更新からもたらされる。ありふれた自己免疫病として関節リウマチ、全身性エリテマ等です。I 型糖尿病がある。アレルギーは過敏症と呼ばれ、過剰な免疫応答により、自己の組織に損傷を与える。アナフィラキシーショックなどがある。免疫学は免疫系のあらゆる領域の研究をカバーし、 人の健康や病気に深く関係している。この分野での研究をさらに推し進めることは、健康増進及び病気の治療にも期待できる。一個の高中球が炭素菌を飲み込んでいる、操作電子顕微鏡写真操作型電子顕微鏡による、画像。T リンパ球、血小板、赤血球、フレデリック国立がん研究所免疫とは、人や動物などが持つ、 体内に入り込んだ自分とは異なる異物を排除する生体の向上性維持機構の一つである。一般に薬物や化学物質などの排除には肝臓の酵素による代謝が働くのに対し免疫はそれよりも高分子であるタンパク質や体内に侵入した病原体を排除するための機構として働くことが多い。特に病原体による感染から身を守るための 感染防御機構として重要であり、単に免疫と呼ぶ場合には、この感染防御免疫のことを指す場合も多い。免疫系は自然免疫と獲得免疫とに対別される。自然免疫にはある特殊な細胞が備わっており、それらは侵入物が事故を再生産したり宿主に対し、重大な被害をもたらす前に発見、排除し、病原体が体内で増殖して宿主に。 深刻な害を及ぼす前に対処することができる。獲得免疫は、抗体や補体などの血中タンパク質による体液生免疫とリンパ球などの細胞による細胞生免疫によって担われている。リンパ球には分化成熟して、免疫グロブリンを産生する B 細胞の他に、強腺で分化成熟する T 細胞などがある。その他、食作用によって抗原を取り込んで分解して、 t 細胞に提示する樹状細胞なども免疫機能の発現に関与する。これらの細胞は骨髄で産生され、胸腺やリンパ節、脾臓などのリンパ系組織での相互作用を経て機能するようになる。自然免疫も獲得免疫もその効果の大きさは事故と非事故の分子の区別ができる能力を持った免疫系かどうかにかかっている。免疫系によって外来物質と 区別できるような自己の身体要素のことを自己分子という。また免疫系によって外来物質と区別される外来分子のことを非自己分子という。非自己分子の一つは抗原と呼ばれ、特異的な免疫受容体に結合し、免疫応答を誘発する物質と定義される。免疫系は感染から生体を、得意性を高めながら重層的な防御体制で守る。 最も簡単なのは上皮の防壁で細菌やウイルスが生体に侵入するのを防ぐことである。病原体がこの防壁を突破して体内に侵入すると即座に自然免疫はそれを感知し、人食い的に対応して排除する。自然免疫はあらゆる植物及び動物に認められる。しかし病原体が自然免疫もうまく逃れたなら、 脊椎動物は第三階層の防御反応を繰り出す。これが獲得免疫であり、一度感染源に接触することで自然免疫によって発動される。後天性免疫系は病原体を認識して攻撃するが感染を受ける間、応答を病原体への認識が改善されるよう適用する。この機構は病原体が排除された後も免疫記憶として残り、ついで 同一の病原体に遭遇するたびに強化される仕組みになっていて、より早く強力な攻撃が加えられる。病原体に暴露された細胞上皮には生体を感染から守る防壁があり、機械的、科学的、生物学的に守っている。表面の防壁とも、歯に見られるワックス性、口ククラ、昆虫の外骨格、産み落とされた卵の殻や膜、そして皮膚、 これらは、機械的防壁の例であって、感染に対する防御ラインの第一線にある。皮膚は、上皮、外装、神皮から構成され、ほとんどの感染因子を機械的に遮断する。しかし、肺、腸、静尿器炉など、外界と交通する開口部分を守るのには、他の形を作動させる。例えば、肺と機関では、赤薬シャミの気流と潜望の動きによって、目は涙。 精尿器炉は尿、呼吸器や消化器は粘液により微生物を捕らえ絡み取る。化学的防壁も感染防御に働く。皮膚はケラチンを豊富に含む細胞がきっちり密に並んで構成されている。これが水を引き皮膚を弱酸性に保つため皮膚はバクテリアの増殖を抑える化学的防壁としても働く。皮膚や呼吸管は ベータディフェンシンのような抗微生物ペプチドを分泌する。唾液、涙、母乳に含まれるリゾチームや、ホスホリパーゼ A2 等の酵素も、抗菌作用がある、抗細菌物質である。秩分泌液は、処刑後のわずかにでも酸性に傾いた時、化学的防壁として働くし、精液は、病原体殺滅性のあるスペルミンや、ディフェンシンや塩を含む、 分泌液として胃液には、胃酸が極端な低 p h を示すとともに、消化酵素のタンパク質分解酵素を含んでおり、摂取された病原体に対して、強力な化学的防御の働きがある。生殖尿管や胃腸管では強制している、細菌層が、病原菌と養分や繁殖場所をめぐって病原体と競争して、生物学的防壁として機能する。この場合、 pH や利用できるイオンのような環境を変えることもある。このことは病原体が発症可能な個体数まで増殖できる可能性を減らす。腸内では腸内細菌が働いている。ヨーグルトに通常含まれている乳酸菌のような純粋培養によって良性細菌層を再導入することは子どもたちの腸管感染での微生物集団の バランスを健康なものに保つのを助ける働きがあるという証拠が出されている。これは、細菌性胃腸炎、炎症成長疾患、尿路感染症、術後感染の研究の予備的データに希望を与えている。細菌性の感染症に対してはしばしば、抗生物質が用いられるが、大部分の抗生物質は病原体となる細菌と、 正常な細菌の両方に一食い的に作用するし、カビには効かないので、抗生物質の傾向投与によって、心筋を異常に増殖させ、膣序自打症のような心筋症を引き起こす場合がある。病原体が上皮での防壁を突破し、微生物や毒性物質が生体内にうまく侵入できると、続いて生体内の自然免疫系と対峙する。これは、体液的、化学的、 細胞的な防壁による宿主の保護機構である。白血球やリンパ球などの細胞や機構が動員されて宿主を守り、その際に通常は炎症反応が起きる。この自然免疫応答は普通生態が微生物を構造パターン認識需要体で感知するときに発動する。この構造パターンは広い範囲の微生物グループの間で保存されている。あるいは細胞は 障害を受けると警戒シグナルを出す。それらの全てではないが多くは病原体を認識する同じ受容体によって感知される。自然免疫系による防御は一食い的であり病原体に対して包括的な応答を行う。つまり様々な病原体に対して別個に応答するのではなく常に汎用的な方法で対処するがゆえに効力を発動するまでの時間が 短く、いわば常に、臨戦体制にある。反面、獲得免疫系のような免疫記憶がなく、長期にわたって防御する仕組みではない。自然免疫系は大部分の生物にとって、縮主防御の主要な系であり、植物、菌類、昆虫、多細胞生物においては主要な防御システムである。原始的な生命も持っており、進化的に古い防御方法であると考えられている。 また、トール様受容体、ノットタンパク質、リグアイなどの研究が20世紀末から進展し、自然免疫が高等動物にも存在するのみならず、獲得免疫が成立する前提として、重要なメカニズムであることが明らかとなった。炎症炎症は、病原体の感染や刺激に対し、免疫系が最初に起こす応答の一つである。炎症の兆候は、発赤、疼痛、熱感。 主張の4つで、組織に流入する血液の増加によって起こされる。炎症は、障害や感染を受けた細胞が分泌する、エコサノイドとサイトカインと呼ばれる、特定の化学伝達物質群などの科学的因子によって起こり、感染に対する免疫機構の正常な反応である。エコサノイドにはプロスタグランジンが含まれ、この物質は炎症に関係した場合、発熱と、 血管拡張を起こす。また同じくエコサノイドに含まれるロイコトリエンはある。種の白血球に採用する。サイトカインの種類には白血球間の情報伝達に関与するインターロイキン、総化性を促してマクルファージなどを呼び寄せるケモカイン、宿主細胞のタンパク質合成を停止させるようなウイルスに対して抗ウイルス活性を持ったインターフェロンなどがある。 増殖因子や細胞毒性因子も分泌される場合がある。これらのサイトカインや他の化学物質は免疫細胞を感染部位に動員し、病原体を排除してから損傷を受けたあらゆる組織の修復を促す。補体系補体系は外来細胞の表面に攻撃を加える、あるいは他の細胞によって破壊されるよう指標をつけるための抗体能力を補助する生。 科学的カスケードである。補体とは、抗体の機能を補助、あるいは保管する、タンパク質である。20以上のタンパク質が関与し、抗体による病原体殺滅を補い強する能力を持つ、という意味で名付けられた。補体は、自然免疫応答において、主要な体液性要素をなす。補体系を持つ種は数多く、哺乳類に限らず、植物、魚類、 無脊椎動物の一部など、ある程度原始的な生物でも持ち合わせている。人では、この応答はこれら微生物に付着した抗体に固体が結合することにより、あるいは微生物の表面の炭水化物に固体タンパク質が結合することにより活性化される。この認識シグナルが速やかな殺滅応答を発動する。応答のスピードを決めるのは引き続いて起こる。 固体分子のタンパク質分解の活性化によって起こる、シグナル増強の程度である。多くの固体タンパク質は、タンパク質分解的切断によって活性化されると、プロテアーゼになる。固体タンパク質が微生物に付着した後、固体自身のタンパク質分解酵素活性が発現し、続いて他の固体タンパク質分解酵素が活性化され、これが連続して起こる。 これは触媒反応カスケードを引き起こし、最初のシグナルを性のフィードバックでコントロールしながら増強するものである。補体がこうしてまとわりつくことによって、細胞膜は破壊され病原体は殺される。補体の活性化によりしばしば感染細胞の原形質破壊が起こり、それによる感染細胞の細胞溶解、病原体の死を引き起こす。 固体機構の最終産物 C5 ビット6789は別名細胞膜障害性複合体ともいい、感染した細胞や感染源の細胞膜を破壊することでサイトリシスや溶菌を起こす。これを免疫溶菌減少、あるいは免疫溶菌反応といい、細菌への防御においては高中級の鈍色と並び重要な機構である。カスケードはペプチドを産生して、 免疫細胞を誘引し、血管の透過性を更新し、病原体の表面をオプソニン化して破壊できるようマークをつける。補体系は、病原体表面をオプソニン化することで、病原体が他の細胞に破壊される要札をつけ、炎症細胞の回復を誘発し、中和された抗原抗体複合体の残骸を除去する。正常な人の循環血液の 操作型電子顕微鏡画像。赤血球及び突起物で大荒れでこぼこした少数のリンパ球を含んだ白血球を認め、他に単球、好中球、そして多数の小さな板状の結晶板を認める。白血球はどの器官や組織とも結合しているのではなく、単一の細胞からなる器官であり、独立した単細胞生物のように行動する。 自然免疫系の右腕である。自然免疫系の白血球には、肥満細胞、抗酸球、抗塩気球、ナチュラルキラー細胞、食細胞や、感染誘引可能性病原体を識別する機能がある。これらの細胞は、病原体を認識し排除するが、微生物を飲み込んで殺せるか、より大きな病原体に対しては接触して攻撃する。 自然免疫は感染の最初の段階で働くが、多くの感染源は自然免疫を回避するための戦略を発達させてきた。自然免疫系細胞はさらに特異的適応的な獲得免疫においては重要なメディエーターであり、抗原定時として知られる過程を通すことでそれを活性化することができる。鈍色機能は細胞性自然免疫で重要な役割を持っており、病原体や 物を飲み込み込食す食細胞と呼ばれれるる細細胞胞によって行われる食細胞は感染源や粒子を鈍食、すなわち食うことによって排除する役割を担う。食細胞は普段は体内を巡回して病原体を探しているが、サイトカインによって特定の部位に誘導される。病原体は一旦食細胞に飲み込まれると、ファーゴソームと呼ばれる細胞内症法によって捉えられ、 続いて、リソソームと呼ばれる今一つ別の症法と融合して、ファーゴリソソームを形成する。病原体は、消化酵素によって、あるいは呼吸バーストに続くフリーラジカルのファーゴリソソームへの放出によって、殺滅ぼされる。鈍色機能は、栄養素獲得のために進化したが、食細胞では、この役割が拡張されて病原体の鈍色を含んだ、防御機構として働く。 鈍色機能は食細胞が脊椎動物にも無脊椎動物にも存在することからおそらく宿主防御の最も古い形を示したものであろう。甲中球とマクロファージは侵入病原体を探して体内全体を移動している食細胞である。マクロファージ上や甲中球上のレセプターにバクテリア分子が結合するとバクテリアの鈍色や破壊が始まる。 獲得免疫系は、初期の脊椎動物に進化し、より強力な免疫反応を起こし、個々の病原体が特定の型であることを示す、抗原によって判別し記憶する機構である。応答は、抗原特異的であり、抗原定時と呼ばれるプロセスの間に特異的な非事故の抗原であるという認識が行われる必要がある。抗原特異性の認識によって、 特定の病原体あるいは特定の病原体感染細胞に対して調整された応答の発動を可能とする。このような調整された応答を開始する能力は体内の記憶細胞によって保持される。もし病原体が1回以上生体に感染するなら、このような特定の記憶細胞が使われて即座に病原体は排除される。 獲得免疫に関与する細胞は特定の種類の白血球でリンパ球と呼ばれている。その主要なタイプは B 細胞と T 細胞であり骨髄の中の造血幹細胞に由来する。B 細胞は体液性免疫反応に関与し T 細胞は細胞性免疫応答に関与する。B 細胞と T 細胞は特定の目標を認識する受容体分子を持っている。 T 細胞が病原体のような異物のターゲットを認識するには抗原が小辺まで分解されて事故の受容体である主要組織的合遺伝子複合体分子と組み合わさって提示されねばならない。T 細胞には細胞障害性 T 細胞とヘルパー T 細胞の2種類の主要なサブタイプがある。細胞障害性 T 細胞は MHC クラス I 分子と結合した抗原のみを 認識し、ヘルパー T 細胞は MHC クラス2分子と結合した抗原のみを認識する。これらの2つの抗原定時の機構は2タイプの T 細胞の異なる役割を反映している。3番目のマイナーなサブタイプの T 細胞としてガンマデルタ T 細胞があり、MHC 受容体に結合しない非加工の抗原を認識する。対照的に B 細胞の抗原に 特有の受容体は B 細胞表面上の抗体分子であり抗原加工なしに病原体全体を認識する。B 細胞上の抗体は将来その B 細胞が産生する抗体のサンプルであるが多少の違いが存在する。B 細胞の各々の増殖系は異なった抗体を発現し、B 細胞の抗原受容体の完全な一セットは 体が作ることができるすべての抗体を表すものである。細胞障害性 T 細胞キラー T 細胞が外来性内視異常な抗原を表面に持った細胞に直接攻撃を加えている。細胞障害性 T 細胞は T 細胞のサブグループでウイルスに感染した、損傷した、または機能不全の細胞を殺す。B 細胞と同じく 各タイプの T 細胞は異なる抗原を認識する。細胞障害性 T 細胞は自身の持つ T 細胞受容体が別の細胞の MHC クラス I 受容体と複合体を作っている特定の抗原と結合するとき活性化する。この MHC 抗原複合体の認識は T 細胞上の CD8 と呼ばれる強受容体によって助けられる。 それから、この T 細胞は、このような抗原を保持した MHC クラス I 受容体を発現させている細胞を探して体内をくまなく移動する。活性化した T 細胞が、このような細胞に接触すると、パーフォリンのような細胞障害物質を放出する。パーフォリンは、標的の細胞の細胞膜に穴を開け、イオン、水と毒素を侵入させる。 グラニュライシンと呼ばれる他の毒性物質の侵入は標的の細胞にアポトーシスを誘導する。T 細胞による宿主細胞の殺害は特にウイルスの複製を防ぐのに重要である。T 細胞の活性化は厳しく制御されていて一般に極めて強い MHC 抗原複合体の 活性化シグナルか、ヘルパー T 細胞による、不可的な活性化シグナルを必要とする。ヘルパー T 細胞ヘルパー T 細胞の機能、抗原定時細胞は、MHC クラス2分子上に抗原を定時する。ヘルパー T 細胞はこれを認識し、これは CD4 コレセプターの助けを得る。正式ヘルパー T 細胞の活性化によって、サイトカインや他の刺激シグナルが放出され、 膜、細胞障害性 T 細胞、及び B 細胞の活性を刺激する。B 細胞への刺激は、抗体酸性につながる。B 細胞とマクルファージへの刺激は、ヘルパー T 細胞の増殖後に行われる。ヘルパー T 細胞は、自然免疫と獲得免疫の両方の免疫反応を調節していて、生体が特定の病原体に対して、 どちらの免疫反応を行うか決定するのを助ける。ヘルパーー細胞には細胞を障害する能力はなく、機能不全な細胞も殺さず、病原体も直接消さない。代わりに他の免疫細胞への指示を司さどることで免疫反応を統制している。ヘルパーー細胞は MHC クラス2分子と結合した抗原を認識する T 細胞受容体を発現している。 その MHC と抗原の複合体は、同じくヘルパー T 細胞の CD4、共受容体によっても認識され、T 細胞の活性化に作用する T 細胞内の分子を動員する。ヘルパー T 細胞の MHC、抗原複合体との関係は、細胞障害性 T 細胞より弱い。それは、細胞障害性 T 細胞が1個の MHC、抗原複合体分子の交わりによって、 活性化するのに対し、ヘルパー T 細胞の活性化には、多数の受容体に、MHC、抗原複合体が付着しなければならない、ということである。また、ヘルパー T 細胞の活性化には、抗原定示細胞とより長い交わり時間を必要と、する。休んでいたヘルパー T 細胞は、活性化により、他の多くの細胞種の活性に影響する、サイトカインを有利する。 ヘルパー T 細胞によって放出されるサイトカインのシグナルはマクルファージの微生物殺滅作用と細胞障害性 T 細胞や抗体を産生する B 細胞の活動を強化する。加えてヘルパー T 細胞の活性化は CD40 リガンドのような T 細胞表面に発現している分子の調整量の上昇を引き起こす。この分子は 抗体酸性 B 細胞を活性化するのに必要な代表的な負荷的刺激シグナルとして働く。ガンマデルタ T 細胞、ガンマデルタ T 細胞は CD4 及び CD8T 細胞とは対照的に別の T 細胞受容体を持ち、ヘルパー T 細胞、細胞障害性 T 細胞、及び NK 細胞と同じ性質を共有する。ガンマデルタ T 細胞から応答を得る条件は、 完全には解明されていない。他の馴染みのない変異型 TCR を持った T 細胞サブセット、例えば CDHD、高速性ナチュラルキラー T 細胞などと同様に、自然免疫と適応免疫の間を広くまたいでいる。一方で、ガンマデルタ T 細胞は、この細胞は、 TCR 遺伝子を再編成して、受容体の多様性を生じること、そして記憶表現型も発達させることができることから、適応免疫の要素である。他方様々なサブセットは、制限された TCR あるいは NK 受容体が、受容体のパターン認識に用いられることがあるため、自然免疫系の一部分をなす。例えば極めて多数の人 V ガンマー Q。 v デルタ2 t 細胞は微生物によって産生される共通の分子に対して数時間以内に応答する。さらに高度に制限された v デルタ1 t 細胞は上皮細胞が受けるストレスに応答するようだ。B 細胞と抗体抗体は2本の重差と2本の軽差から構成される。ユニークな可変部は対応する抗原を認識することができる。また、 マクルファージは定常部に対する受容体を持っている。1個の B 細胞は表面上の抗体が特定の外来抗原に結合すると病原体を認識することになる。この抗原、抗体複合体は B 細胞に取り込まれタンパク質分解プロセスによってペプチドにされる。B 細胞は次にこれら抗原ペプチドを特異的な MHC クラス2分子上に提示する。 MHC と抗原の複合体はその抗原と特異的に結合するヘルパー T 細胞を引き寄せ、そのヘルパー T 細胞が B 細胞を活性化するリンフォカインを放出する。B 細胞が活性化されて増殖のための分裂を始めるとその子孫はこの抗原を認識する特異的な抗体コピーを何百万分子も生産、分泌する。これらの抗体は 血管の結晶やリンパ管に入って循環する。抗体の実体は免疫グロブリンと呼ばれるタンパク質で抗原を発現している細菌などの病原体に特異的に結合し、固体系の活性化あるいは食細胞による取り込みと破壊が起きるようマークをつける。これをオプソニン化という。抗体は侵入病原体に対し、細菌の毒素に結合したり、 ウイルスや細菌が、細胞に感染する際に利用する受容体に妨害作用を予防して直接中和することもできる。代替的適応免疫系適応免疫の古典的な分子は顎を持った脊椎動物の実に存在するにもかかわらず、ヤツメウナギやメクラウナギのような原始的な無学脊椎動物には独特なリンパ球由来の分子が発見されている。 これらの動物には変異性リンパ球受容体と呼ばれる大きな一群の分子が備わり、顎を持った脊椎動物の抗原受容体のようにごくわずかな数の遺伝子のみから産生される。これらの分子は抗体と同じやり方で病原体の抗原に抗体と同じ程度の特異性を持って結合すると信じられている。記憶細胞は同じ抗原が体内に侵入した時には 一次応答よりも抗体を迅速かつ大量に長期間に産生する。この反応は二次応答と呼ばれる。B 細胞と T 細胞が活性化されて複製を始めるとそれらの子孫細胞の中には長期間体内に残存する記憶細胞になるものがあるだろう。動物の生涯にわたってこれらの記憶細胞は各々の得意的な病原体に出会った記憶を保持し、病原体が 再び感知されると強力な応答を発動できる。これは個体の生涯にわたって病原体による感染に適応して起こり、免疫系が将来の接触に対して準備するものであるから適応であると言える。免疫記憶は短期間の受動的な記憶の形か、長期間にわたる能動的な記憶の形かのいずれかで成立しる。受動的な記憶受動免疫パッシブイミュニティは、 抗体、細胞障害性 T 細胞といった既存の作用物質を投与して起こす免疫反応。新生児はあらかじめ微生物に接触することはなく特に感染を受けやすい。そこで母親からいくつかの階層からなる受動防御が提供される。妊娠中抗体の特別の方イグが胎盤を経由して直接母親から胎児に輸送される。従って人新生児は 誕生時すでに高レベルの母親と同じ抗原、得意性の幅を持った抗体を持っている。母乳も抗体を持っており赤ん坊の胃に移動し、新生児が自分自身の抗体を合成できるまで細菌感染を防御する。これは受動免疫であって、胎児は実際記憶細胞あるいは抗体を作らず、それらを母親から借用するだけであるから、この受動免疫は普通短期間のもので。 数日から数ヶ月しか続かない。医学では防御的な受動免疫がある個人から他人へ抗体リッチな血清を人工的に移すことでも行うる。能動的な記憶と免疫処置免疫応答が病原体の感染から始まり能動的な免疫記憶を形成して維持される時間的経過。能動免疫アクティブイミニティはワクチンなどの抗原を投与して誘導する。 免疫反応。長期的な能動的な記憶は感染後 B 細胞及び T 細胞の活性化によって獲得される。能動免疫は人工的にもワクチン接種によって成立させ得る。ワクチン接種の原理は病原体の抗原を導入し免疫系を刺激して、その特定の病原体に対する特異的免疫を発達させその病原体由来の病気を起こさないようにすることである。 この意図的な免疫応答の誘導は、免疫系が自然に作り出している、得意性を利用していること、そうして免疫を誘導できるということによって成功している。人集団の主要な死因の一つに感染症があることからワクチン処置は人類が発展させた免疫系の操作の中で最も効果のあるものである。大部分のウイルスワクチンは生きた弱毒化したウイルスを元にしているが、 多くの細菌ワクチンは、有害作用のない毒物質の成分など、細菌の構成要素の非細胞成分を元にしている。多くの非細胞成分由来の抗原によるワクチンは、あまり適応免疫応答を起こさないため、大部分の細菌ワクチンは、自然免疫の抗原定時細胞を活性化し、免疫原性を最大にするアジュバントを添加して、提供される。免疫系は、特異性。 誘導性および適応性を取り込んで、極めて効果的な構造を持つに至っている。しかし、縮主防御に失敗することがあり、これは3つの大まかなカテゴリーに分けられる。免疫不全、自己免疫、過敏症である。免疫不全は、免疫系の一つないし、それ以上の要素が機能しない、場合に起きる。免疫系が病原体に対して応答する能力は、 若くても年をとっても減退する。免疫応答は50歳くらいから免疫老化のために衰え始める。先進国では肥満、アルコール依存症、薬物使用は免疫機能を弱める共通の原因である。しかし、開発途上国では栄養不良が免疫不全の最も多く見られる原因である。十分なタンパク質を取らないダイエットは細胞性免疫や 固体活性、食細胞機能、医が抗体濃度、サイトカイン酸性を損なう。栄養素であるイオン、銅、亜鉛、セレン、ビタミン A、C、E、B6、陽酸が一つでも欠乏したら免疫応答は減退する。加えて若い時に矯正を遺伝的突然変異の原因化手術による摘出で失うと重症の免疫不全を起こし、感染性が非常に高くなる。 免疫不全は遺伝でも、後天的でも生じうる。慢性肉が主症では、食細胞の病原体破壊力が弱いということがあるが、遺伝性、または先天性の免疫不全の例であるエイズやいくつかの癌の方は、後天的な免疫不全を起こす。ある種のウイルスに感染することによって、免疫機能が破壊され、様々な感染症、合併症を引き起こす病気が後天性。 免疫不全症候群である。またこのウイルスを人免疫不全ウイルスと呼ぶ。先天的に免疫機能が破綻しており、様々な感染症などを引き起こす病気はまとめて、原発性免疫不全症候群と呼ばれる。免疫応答の更新は特に自己免疫病のような免疫不全の一方の極端をなす。ここでは、免疫系は事故と非事故を的確に区別できないで、 自己の身体部分を攻撃する。普通の状態では多くの T 細胞を抗体は自己のペプチドと反応する。特別な細胞の機能の一つに若いリンパ球に体内で産生されている自己抗原を提示し、自己抗原と認識した細胞を排除して自己免疫を防いでいる。アレルギーは自己の組織に損傷を与える免疫応答である。 空ス分類によると5つの型に分けられる。I 型アレルギーは即時的な反応あるいはアナフィラキシー反応でしばしばアレルギーに付随している。症状は穏やかな深いさから死に至るまで幅広い。I 型アレルギーはマスト細胞や抗塩気球が分泌する意義が原因である。通型アレルギーは抗体が事故の細胞の抗原に結合して それを破壊するようマークをつけることから起こる。これは、抗体依存性感染増強と呼ばれ、イグやイム抗体が原因である。免疫副抗体が様々な組織で沈着すると、3型アレルギーの反応が引き起こされる。4型アレルギーは生じるまでに普通は2から3日かかる。4型の反応は、多くの自己免疫病や感染症で見られるが、接触皮膚炎にも見られる場合がある。 これらの反応に関与しているのは T 細胞、探求及びマクルファージである。V 型アレルギーは、基女は2型と同様であるが、刺激性の部分だけが異なる。バセドウ病が代表的な疾患である。無脊椎動物はリンパ球を生み出していないし、抗体に基づいた体液性反応も生み出していないので、多要素からなる適応免疫系は、 最初の脊椎動物に生じたと思われる。しかし多くの種は脊椎動物の免疫のこれらの書面の潜入機能として発現させている機構を活用している。免疫系は生物の機能構造としては最も簡単なものでさえあると見受けられる。最近はバクテリオファージと呼ばれるウイルス病原体から守るために制限就職系と呼ばれるユニークな防御機構を用いている。 幻覚生物も獲得免疫系を持っており過去に接触したファージのゲノム断片を保持するのにクリスパー配列を用いて RNA 干渉のような形でウイルスの複製を妨害することができるパターン認識受容体は病原体に付随した分子を感知するのにほとんどすべての生物によって利用されているディフェンシンと呼ばれる抗微生物ペプチドは すべての動物及び植物に見られる自然免疫応答の進化的に保存された要素の一つである。補体系や食細胞も大部分の無脊椎動物で利用されている。リボノクレアーゼと RNA 干渉の反応経路はすべての深化生物で保存されていてウイルスに対する免疫応答に役割を果たしていると考えられる。動物と違い植物では食細胞を書く。 植物の大部分の免疫応答には植物から放出される全身的な科学的シグナルがある。植物の一部が感染を受けるとその植物は局所的な過敏性の反応を起こす。そのことによって感染部位の細胞は速やかなアポトーシスを起こしたの植物への感染の広がりを阻止する。全身核特定抗性は防御反応の一つの型で 植物全体が特定の感染性病原体に抵抗するようにする。RNA サイレンシング機構はウイルス複製をブロックできるのでこの全身的応答に特に重要である。マクロファージが癌細胞を認識したところ、左下中央の加速を持つ不定型の細胞が癌細胞、それに付着するデコボコの白い小さな球状細胞がマクロファージ。 マクロファージは、癌細胞と融合し、主要細胞を殺す毒物を注入するだろう。癌治療における免疫療法は活発な医学研究領域の一つである。免疫系の他の重要な役割に使用を見つけて排除することがある。使用による形質転換細胞は正常細胞にない抗原を発現する。免疫系にとって、これらの抗原は肘子に見え、 免疫細胞は形質転換した腫瘍細胞を攻撃する。腫瘍によって発現する抗原にはいくつかのソースがある。子宮系癌を起こすヒトパピローマウイルスのような発癌性ウイルス由来のもの。他は正常細胞では低レベルにしか見られないが腫瘍細胞で高レベルで見られるような自己タンパク質である。一例としてチロシナーゼと呼ばれる酵素があり、これは 高レベルに発現するとある種の皮膚細胞をメラノーマと呼ばれる腫瘍細胞に転換させる。腫瘍抗原の3番目の可能なソースは正常細胞では細胞増殖や生存の制御に重要なタンパク質が普通に突然変異を起こして含有気分子に変わる。免疫系の腫瘍に対する主な反応は異常細胞を細胞障害性 T 細胞や時に ヘルパー T 細胞の補助を受けて破壊することである。主要抗原はウイルス抗原と同じように MHC クラス I 分子上に提示される。これによって細胞障害性 T 細胞は主要細胞を異常とみなす。NK 細胞も同じように主要性の細胞を殺滅し特に MHC クラス I 分子が正常に比べ少なく発現されている主要細胞に対して採用する。 このことは、腫瘍細胞では、一般的な現象として見られることである。往々にして、腫瘍細胞に対して抗体が産生され、補体系にも、それらの細胞を破壊することが図られる。明らかに腫瘍の中には、免疫系をうまく逃れて癌に向かうものがある。腫瘍細胞はしばしば表面に、MHC クラス I 分子を発現する数が少ないので、 細胞障害性 T 細胞による検出を免れる。また、腫瘍細胞の中には、免疫応答を阻害する産物を放出するものがあり、例えばサイトカイン TGFβ を分泌すると、マクルファージやリンパ球の活性が抑制される。加えて、腫瘍細胞に対し免疫関与が発達し、免疫系が腫瘍細胞を、もはや攻撃しないようにさせる場合もある。 逆説的だが、主要細胞がマクロファージをおびき寄せるサイトカインを放出し、マクロファージは、その後主要細胞が成長するようなサイトカインと増殖因子を産生するような場合、マクロファージは主要の増殖を促進できる。加えて、主要細胞における低酸素状態とマクロファージ産生のサイトカインの組み合わせは、主要細胞が転移をブロックする。 タンパク質を酸性するのを減らし、癌細胞の広がりを助けることになる。ホルモンは、免疫調節物質として働き、免疫系の感受性を変えることができる場合がある。例えば女性の性ホルモンは、適応免疫応答に対しても、自然免疫応答に対しても、免疫不活活性を持っていることが知られている。全身性エリテマトーデスのような自己免疫病は、女性を、 選択的に襲うが、発症の時期はしばしば思春期であるという時期の一致がある。対照的にテストステロンのような男性ホルモンには免疫抑制力があるようだ。他のホルモンにも免疫系を制御していると思われるものがあり、中でも有名なのがプロラクチン、成長ホルモン、ビタミン D である。ホルモンレベルが年とともに減少を続けると、特に年老いた人々にとって、 免疫応答が減弱する原因となる。反対に、ホルモンの中には、免疫系の制御を受けるものがあり、目立つものとして、甲状腺ホルモンがあり、免疫系の制御を受ける。免疫系は、睡眠や休息によって増強され、ストレスによって損なわれる。ダイエットは、免疫系に影響することがある。例えば新鮮な果物、野菜、 ある種の脂肪酸の豊富な食物は健康な免疫系を維持促進する。同じように胎児の低栄養状態は免疫系に生涯続く損傷を与え得る。伝統的な医学ではハーブの中に免疫系を刺激するものがあると信じられている。このようなハーブには、例えばエキナセア、肝臓、虚骨、サルビア、ニンニク、アメリカニワトコノミ、シイタケ、臨材キノコ、 ヒソップががああり、さらにがある。研究によると、作用の仕方は複雑で特徴付けは困難にしても、そのようなハーブは免疫系を刺激することが示唆されている。免疫抑制薬でキサれタゾン免疫応答は、自己免疫、アレルギー、移植拒絶反応の結果起こる望まれない応答を抑制するよう、また免疫系を大体逃れている。 病原体に対する防御反応を刺激するよう操作し得る。ワクチン接種や血清療法は免疫機構の抗原抗体反応を利用したものである。免疫抑制薬は自己免疫疾患や過剰な組織破壊が起こっている炎症の制御にまた期間移植後の移植拒絶を妨げるために使用される。抗炎症薬はしばしば炎症の影響を制御するのに用いられる。 糖質コルチコイドはこれらの薬品の中で最も強力なものである。しかしこれらの薬品は多くの予想外の副作用を持ち得る。使用は厳重にコントロールしなければならない。したがって、抗炎症薬は少量にしてメトトレキ製トやアザチオプリンのような細胞障害性あるいは免疫抑制薬との組み合わせで用いることがしばしば行われる。 細胞障害性の薬品は活性化 T 細胞のような分裂中の細胞を殺すような免疫応答を阻害する。しかし殺滅作用は区別できないから定常的に分裂している細胞とそれらの器官は影響を受けこれが毒性を持った副作用をもたらす。シクロスポリンのような免疫抑制薬はシグナル伝達系を阻害することによって T 細胞が シグナルに正しく反応するのを阻害する。大きな薬品は特に繰り返し何度も投与されたり、投与量が大きいと免疫応答を中和する場合がある。大きなペプチド及びタンパク質に基づいた薬品の効果には限界がある。薬品自身には免疫原性はなく、免疫原性のある物質と共投与される場合がある。このようなことはタキソールの場合時々見かける。 ペプチドとタンパク質の免疫減性を予想するのに、コンピュータによる方法が開発されてきており特に、治療用の抗体のデザイン、ウイルスのコート粒子に起こりそうな毒性突然変異を評価したり、ペプチドベースでの薬品処理の検証に有用である。初期のテクニックでは主にエピトープ1機では、浸水性のアミノ酸が素水性のアミノ酸より過剰に発現されているという観察に頼っていたが、 より最近の研究成果では、通常よく研究されたウイルスタンパク質に基づいて、コンピュータはそれを学習材料として知られたエピトープのデータベースに監視コンピュータが学習したテクニックに頼っている。公開されてアクセスできるデータベースが B 細胞によって認識されるということが知られている、エピトープのカタログ化を行うために確立されている。 免疫原性のバイオインフォーマティクスに基づいた研究分野は新たに誕生したもので免疫インフォーマティクスと研究される病原体の成功は宿主の免疫応答から逃れる能力に依存している従って病原体は宿主にうまく感染できるような方法を免疫を媒介にした破壊を免れつついくつか発達させてきた最近はしばしば物理的障壁についてはそれを 分泌酵素で消化することによって切り抜ける。例えば2型分泌系の利用などである。別の方法としては3型分泌系の利用があり、宿主細胞に穴を開ける管を挿入する。直接この管を通じて病原体から宿主へ、タンパク質を移動させる。管を通って輸送される。タンパク質はしばしば宿主防御を停止するのに、用いられる。 いくつかの病原体が自然免疫系から免れるのに用いている回避戦略は細胞内複製である。この場合病原体は生活史の大部分を宿主細胞内で過ごす。そこでは免疫細胞、抗体、それに補体に直接接触することはなくそれらから保護される。細胞内病原体の例としてはウイルス、食中毒細菌のサルモネラ菌。 新核生物の寄生虫であるマラリアを起こすものやリーシュマニア症を起こすものなどである。結核菌のような他の細菌は補体による溶解を阻止する保護カプセル中に生存する。多くの病原体が宿主の免疫応答を弱め方向を間違うような化学物を分泌する。細菌の中には免疫系の細胞やタンパク質から守るために生物的フィルムを形成するものがある。 そのような生物的フィルムは多くの感染性高齢に見られ、例えば脳法性繊維症が特徴の慢性力脳筋感染やバークホルデリア、セノセパシア感染がある。他に抗体に結合する表面タンパク質を発現して抗体の効力を落とす細菌がある。この例には、連鎖球菌、黄色ブドウ球菌、ペプトスプレプトコッカスマグナスがある。 ウイルスが適応免疫系から免れる機構はもっと込み入っている。簡単な方法は必須なエピトープは隠し持って全く必須でないウイルス表面上のエピトープを素早く変化させることである。例えば HIV は宿主のターゲット細胞に侵入するのに必須なウイルス外膜のタンパク質に絶えず突然変異を起こす。抗原のこれら頻繁な変化はこれらのタンパク質を 対象とするワクチンを失敗させていることを説明するだろう。抗原を宿主分子でマスクする方法は宿主細胞から逃れるのによく見られる戦略である。HIV ではウイルスを覆う外膜は宿主細胞の最も外側の膜から作られている。このような事故を覆い隠すウイルスは免疫系が非事故と認識するのを困難にしている。免疫学は 免疫系の構造と機能を研究する科学である。これは医学から生まれ初期の研究は病気に対する免疫の原因についてであった。免疫に最初に言及したのは知られる限りでは BC430 年のアテネの悪疫流行の間である。築地ですは以前病気にかかって回復した人々は患者を看護しても二度かかることはないと記した。 このようにして観察された獲得免疫は後にルイパスツールによって探求されワクチン接種の開発や病気の微生物原因論の提案に結びついた。パスツールの理論は病気の当時流布していた小気論のような理論に真っ向から立ち向かうもので、この証明は1891年にロバート・コッホによってなされた微生物が感染症の原因であることの証明までまたねば、 ならなかったが、コハホは1905年にノーベル賞に輝いた。1901年のウォールター・リードによる大熱病ウイルス発見の際、ウイルスが人病原体として確認された。免疫学は19世紀終わりに向かって超速の進歩を遂げたが、急速な発展の中に体液性免疫及び細胞性免疫の研究で特に重要なのはパウル・エルリヒの仕事であり、 彼は抗原抗体反応の特異性の説明に即座説を唱えた。体液性免疫の理解に対する貢献は細胞性免疫研究の立役者であるイリアメチニコフと共同で1908年ノーベル賞を受賞したことで認められた。ありがとうございます。